こんにちは、ジェニーでーす。はい、ジスターでーす。秘密警察24時、お送りしまーす。はい、パチ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 。はい、今週も、先週に続いて京都で G1、はい、マイルチャンピオンシップということですが、予想してくれる記者さんは誰かな？はい、今週は、中台さんです。お、こちらも2週連続ですね。あれ、本当だ。はい。では、中台さん、よろしくお願いしまーす、はい。先週は、上海は、シュンドルボン本命と結構攻めてましたけど。はい、いや、すいません、別に。まあ、頑張ってくれたと思います。11番人気7着でしたね。はい、はい、今週は、はい、マイルチャンピオンシップですね。はい、はい、血統分析のページなんですけれども、はい、チェックイン。中台さんが出てますね。はい、これ過去3年の1、2着番乗ってるんですけども、はい、去年はディープの1、2着でした。はい、去年、おととしは当選ラウがあって3着がダノンシャークでしたね。はい、でこの年は1着2着違うんですが、3着がディープサンクでしたね。ドナウブルーが、はい、まあディープサンク来るレースですと。京都外回りは、まあ、先週のねマリアライトもディープサンクでしたし、はい、基本的にはまあちょっと他ではかなわない感じですね。で中でもですね、この辺で説明してるんですけど、去年は、サンデー系×ノーザンダンサー系のワンツースリーでしたと。はい、でですね、はい、いいですか。2010年、2011年はサンデー系以外が勝ったんですけど、はい、この時はストームバード系、はい、あんまり聞き慣れないと思うんですけど、そうですね、が 2年連続で勝ってるんです。はい、でつまりディープに次いで適性があるのはその辺じゃないかなっていうのが、はい、予想の軸という感じです。はい、でということその馬がいる。で、はい、本命はこれですね。里のアラジンです。はい。ディープインパクトです。はい。で、お母さんの、お母さん方がこれ、ストームバードケースに書いてあるところね。ND ストームバードケース、ストームバード。はい、ね、ご存知の方も多くいたと思うんですけど、はい、ディープにストームキャットというね、はい、まあ、よく言われる、はい、ね、相性のいい配合で、はい、絆、そうですね。ラキシスもそうですね。はい。アユさんとかですね。はい。で、このままそう、今お話出ましたけど、ラキシスの弟なんです、これ。なんと。そうなんですよ、書いてますこれね。で、お姉ちゃんラキシスは距離違いますけど、はい、4歳焼きに重賞未勝利の身で挑戦したニーラベス上杯、京都外回りの芝の G1 で G1 初制覇を飾ったということで、なるほど、この辺も加味して、うん、ね、ちょっと格では落ちますけども、まあまあね、馬から重賞未勝利ですけどね。そうなんですよね。ちょっと賞金的に不安だったんですけど出れるみたいなんで、はい、はい、この馬からです。はい、対抗はこちらですね。まあなんてことないです、フィエロです。去年の2着馬、はい、で去年勝ったダノンシャークもいいんですけど、はい、データを見るとちょっと高齢馬がね、勝ちきれないというか、7歳になるとちょっと落ちるんで、うん、その分フィエロを上に取ったということで対抗です。はい、はい、もう一つ、はい、ちょっと馬番別成績これなんですけどね、はい、見ていただきたいのはこれ外枠に行くにつれてというか、14より外が勝ったことないんですよね。あららら、なんと頑張って2着みたいな感じなんで、うん、まあ印はこの後出しますけども、はい、ちょっと極端に外枠だと割り引いた方がいいかなという気がします。これは覚えておいた方がいいですね。そうなんですよね。はい、はい、というわけで印はこんな感じです。はい、里のアラジン、フェローでディープサンクに対抗するならイスラボニータかなという気がします。はい、でサンライズメジャーが、抽選対象なんですけども、このまま合ってると思うんで、出てきたら期待したいですね。はい、はいはい、それではもう一レース。はい、もう一レース。はい、日曜の東京10レースですね。はい、ユートピアステークス。はい。で、はい。こちら、過去5年の表がここに載ってまして、はい。追い込み馬が強いんですよ。ほう。ただしこれ、ちょっとからくりがありまして、うん。試行時期が違うんです。なんと。今週から東京 C コースに変わるんですけれども、はい。これ11月頭とかに行われたレースで、はい、ちょっと傾向が変わると見ていいんじゃないかと。で調べてみたら、はい、C コースに変わるとどうも逃げ先行の方が有利なんですよね。というところを踏まえて本命はこちらにしましたね。テンダリーボイスです。はい、まあ、なんだかんだ言って、直線長いマイルなんでディープは有利なんですけども、はい、このままこれですね、去年のほぼ全く同じ時期の11月23日に勝ちに等しいと言いますか、はい、同じ東京戦力ですよね。で、はい、C コースって書いてあるでしょこれ。本当だ、うん、はい、でこういう競馬ができる馬がいいんですよ。なるほど、はい、3番手かな。そう、後ろからドカンみたいな前よりも器用な競馬ができる馬が狙いたいと。はい、で金層はちょっと冴えないんですけど、
ちょっとまあコース体系が全然違うところなんで、まあ、ここはあえて目をつぶって、はい、ね、実績ある戦力に戻るこの馬を狙ってみます。はい、ヘンドリーボイスです。はい、はい、対抗はこちらね、レッドオリビアにしました。ジャングルポケットサンゴですね、はいはい、でこちらも先ほどから言ってますこの東京の C コースというのがねここで実績残してます、はい、まあ、春菜ねちょっと寝場は違うんですけれども、うん、まあこのね先ほども言った通りこの後位から器用な競馬ができて速い足が使えるっていうのが、はい、この今の東京コース向きかなという気がします、はい、で金層の内容もいいですよね。本当だ、うん、これボバ相手に2戦で3着ですからね、うん、ということでテンダリーボイスレッドリビアプロクリス、プロクリスこれ逃げそうなんで、はい、当日のレース見て逃げ馬が有利だなと思ったらこっちを評価上げてもいいかもしれませんね。はい、はい、こんな感じで、はい、東京戦力の牝馬限定戦、はい、はい、ソフィアステークスはこんな感じでございます。はい、はい、ということで、秋もね深まってきて、うん、競馬もだんだんこう熱くなってきましたね、はい、3日間開催ですね今年ね。そうですね、うん、3日間も楽しめるんで、うん、皆さん、はい、どうぞ良い週末を過ごしていただきたいと思います、はいはいはい、ということでまた来週さよなら、はい、さよなら。